さあ、今度は目的語の位置に動詞 ing 形を置いたパターンを眺めてみることにしましょう。動詞 ing 形も他のフレーズと全く同じように位置によって機能を与えられる。つまり、目的語の位置に置けば、すなわち目的語の働きを持つようになるというわけですね。目的語というのは基本的に名詞が使われる場所ですから、動名詞と特に呼ぶこともあるわけです。A の部行きましょう。I like playing video games with my friends. 私は友達とテレビゲームをするのが好きです。Playing video games with my friends. このフレーズを like の後ろに置きました。like の目的語の場所に置きました。そうすれば、友達とテレビゲームをすることが好きという目的語の働きになるというわけです。目的語の場所に置けば、すなわち目的語。英語は簡単にできているんですね。